ですからプレーをやめました。拾った小林、小林聖吾、小林シュート、スーペルゴラスト、小林聖吾。2試合連続のゴールです。小林ここで縦パス、コロキックが入った時にここで潰した後、ここですね、ボール奪った後に、まあ、周りを見るんですけども、まあ、ここで仕掛けた時にもシュートの意識っていうのはね、かなり強く持っていたと思いますし、まあ、前節もそうですけども、やっぱゴールへの感覚だとか執着心って非常に高い選手だなってものを感じさせてくれますし、少しこうアウトサイドにかかってますけども、やっぱりその調子の良さっていうのがボールにこう乗り移って、やっぱいいコース飛んでますよね。完璧だと思いますし、やっぱ途中から入ってきた選手がこうやってファーストプレーでしっかり仕事をしてくれるっていうのは、チームとして監督としてやっぱりこうすごく助かる部分ですよね。これは名手西川もノーチャンス。